ケイ熊川でございます。憎しみレコーズからお送りしておりますプライベートカーセックスラジオ第15回でございます。2021年3月の6日土曜日ですね。本日はオーディオコメンタリーケイ熊川 in 憎しみレコーズのアルバム憎しみレコーズのコメンタリーでございますね。これは音を聞いてください。1曲目ジャガーノとベイビーでございますね。これだ。2018年の、7月28日に、当時リリースいたしました、憎しみレコーズというのはね、俺が2011年からケイ熊川として活動を始めて、それから一作目のこのねオーディオコメンタリーでも一番最初にお送りした一作目の、2013年のサニーを作った時に、命名した俺の、自主制作レーベルの名前が憎しみレコーズ、というんですが、それでね、前回の、EP5 プセウデピグラファー前々回かの時にも申し上げましたけれどもね、その後、シングル銀河ザ・スイート・ヒアフター、というものをスプリットシングルとしてね、先週お送りしたものでございますね。第14回でお送りしたもの、この時からケイ熊川 in 憎しみレコーズという名義で、ドラムスに石垣大輔大石垣を要して、やっていた時期ですね、2018年。でそう、それね、やっぱりそのドラムスとねエレクトリックギターでやるっていう時にバンド名を、つけようと思って、そういろいろ考えたんですけどね、ただそのやってるのは俺だからね、そのねえ、まあケイ熊川でいいんじゃないってなってたんだけども、憎しみレコーズをバンド名として使うと、そうだからね、これ本当はね当時ね考えたんだけど、本当はケイ熊川&憎しみレコーズにしたかったですよね。パンクロックじゃないですか。ねえ、ケイ熊川&憎しみレコーズにしたかったんだけど、何しろデュオだからさ、二人だからさ、ドラムスと俺エレキギターでしょ。そうするとね、ケイ熊川って俺じゃん。で、アンドにしちゃうと、憎しみレコーズが大ちゃんになっちゃうじゃん。ドラマーのね。だから、おかしなことになるなって。で、ケイ熊川 in 憎しみレコーズ
という名義で、当時ねライブを何度も何度も、幸福な時間をね過ごしたですよ。この時期にね、だからそうだね、山口の方にも、ね、豊富インド洋、それから萩玉ねぎ畑、といったところでね、この憎しみレコーズとしてもライブをやりに行くことができて、ね、福岡市内でも、二日市ムーブメント、それから清川カフェ&バー G、それからね、当時あった、親不孝のアップライジング、あそこでワンマンとかをやらせていただいて、非常に濃厚なアートの時間を過ごした時代でございます。2018年ね、ね、前の放送でも述べたんですけども、だから2018年はね、もうしこたま音源を作ってるんですよ。プセウデピグラファーも2018年3月で、で次の月にはね、前回のスプリットシングルを出して、で7月にはこの憎しみレコーズを出しております。2曲目 Shake Your Money Maker でございます。これ FM でね、実のところ、ケイクマ側が活動を始める時の一番最初のライブ、の時に やり始めた曲なので、ケイクマ側の歴史としては一番古い曲だと思います。のうちの一つ、一番古い曲の中の一つでございましてね、サニーよりももっと前、でこの曲、紆余曲折曲折、紆余曲折、へえながら、これまで長くレパートリーの中に居座り続けている曲でございまして、とてもとても俺にとって重要な、曲なんですよ。Shake Your Money Maker はね、実はだからここに至るまでね、ライブ音源以外にで音源化したことがなかったですよね、初期からのものにずっと入ってないんです。で、もともとアコースティックギターでもやってたんですけども、ね、ライブ版なんかにはその様子が収められてたりするんですが、このえぐいバージョンのものアレンジが施されたシェイクヤマリメーカーを今回これでね、憎しみレコーズという音源に収録しておりまして、これはね、大ちゃんのドラムによって、結構いいんじゃないかなと思うんですよ。いいんじゃないでしょうか。で、これはライブで結構こう楽しいですよ、やってるとね。やっててすごく楽しい曲。見てみてください。
テイクやマリメーカー、このテイク、ライブでもこんな感じだったっすけどもね。いやダメですか、いやいいじゃん、できるものやってみろと思います。すいません。3曲目、これはサニーでございますね。太陽が光って太陽が光って違っていて、エレクトリックのサニー、なんだけども、とにかくこの憎しみレコーズ、ケイ熊川院憎しみレコーズでやっていた時期に、俺たちは非常なその集中力、精神力を使って、本当文字通り魂を削ってこの音源を作ったっす。もちろんその今聞くとね、その足りてない部分、こうすればよかったとかってあるんですけどね、特に俺のボーカルがね、おいと思いますけど、気合い入れろと思いますけど、気合は入れてるんですけどね、なかなか技術的な問題で声が、うまく取れなかったりありますが、これを作ったことによって俺は、だからね、これ作った後はね、ずっとなんだろう、もうこれがピークだなと思ってましたよ、本当に、だからここまで見てくれてた人は、もうこれがピークで、後のケイ熊川は斬首でございますっていうような、趣だったですよ当時。今はね、今に見てろと思ってますよ。はい、ご期待ください。今俺は、燃えに燃えておりますので、今後のケイ熊川、はい、もう一発ね、ちょっといろいろあってね、その辺あのまた近況雑談会を設けてお話しさせていただきますんでね、頑張りますよ。
よろしくね、本当に、サニーをお送りしました。この後ね、イサリビが始まるんですよ。うん、イサリビはこの憎しみレコーズの音源のイサリビは本当に素晴らしいんでね、ちょっと一緒に聞いてみましょう。サニーが終わりまして、次イサリビです。頭の中にあるイメージといたしましては、やはりあのね、先このね曲に先駆けてライブをやりに行った山口県萩市のね、玉ねぎ畑っていうライブハウスがありまして、そこはねお店の外が道路一本挟んで海なんですよ。うん、でね、リハーサルをやって外に出ると夕日が沈んでいくんですね、水平線に。そのムードが、うん、強く印象に残っております。うん、この曲は特別な曲なんです。うん、ここで女たちが笑っているところを見に行こうというダイアログセリフが入るんですね。女たちが笑っているところを見に行こうというのは、おそらく俺の表現のすべてだと思います。このイサリビで培った俺のイメージのメッセージというものは、近年今まさにさらに強まって、これを強くもっと打ち出していきたいと思っております。手に
目に、耳に、木に、身に、もっとです。もっと。でも気に入る類の音楽でないことはねえ分かっていますし、その中でもがきながらのだうち回りながら生きて生き延びて遊んで夢を見て諦めて掴み取った一つの結晶がこの K 熊川院憎しみレコーズの憎しみレコーズでございます。これを作るにあたってはね、ドラムスの大石垣、それからね、バラヒカルレコードの宮下無双、日の馬、そして当時ライブで関わった全ての箱の方、お客様、たくさんの人に助けてもらいながらこれを作ることができました。非常にね、100点かどうかというよりも満足しています。これを作れたことを誇りに思っています。そして今後これからね、さらに戦っていきたいと思っています。ね、生きることは、結構難しいですが、少しずつやってドカンとやってねえ、いや別に暗くなってるわけじゃないんだけどええ、2018年に
リリースした、これね、ケイ・クマガワ・イン・ニクシミレコーズ名義のアルバム、 5曲だけどね、うん、濃いからアルバムって言ってます。ファースト&ラスト。そうだね、そのドラマーの大ちゃんがね、今、ね、この時期にね、2018年この後、あの彼は北海道の方に今移住しておるのでね、うん、そう、解散ライブみたいなものも当時 やりましてね、あれは二日市のムーブメントで、やりまして、こういう美しいものを作って、あえて言わせてもらいますけど、うん、俺たちミュージシャンはね、生きていくんだと、偉そうですけども、うん、そう言っていいんじゃないのかなっていうもんを作った自負があります。うん、ねえ、このあと、そうだね、この憎しみレコーズ、憎しみレコーズを作って、このオーディオコメンタリーが今後どうなっていくかと言いますとね、このあとね、2019年の2月にはアルバムを作ってるんですよ。これ K 熊川 is dead っていうまんまのタイトルをつけた、セルフタイトル、オウンタイトルっていうんですか、うん、K 熊川の K 熊川 is dead で、これはフルアルバムとしてこれまでに作った曲の中からよりすぐりの12曲をアコースティックギターとハーモニカで、しこたま歌う、うん、順取りで一人でね、スタジオでライブのように一曲ずつ順番に曲順通りに録音したものをね、まとめたものがあるんですが、これはだからね、この自作のケイクマはケイクマガワイズデッドっていうアルバムはある種ね、最新作のプライベートカーセックスと似てるんだと思いますね。うん、その新曲が音源の土台になっていなくて、今の自分を俺が作った歌でモザイク画を作っていくっていう手法なんですが、ただこれね、揮発曲ばかりですから、このアルバムケイクマガワイズデッドをオーディオコメンタリーをするかどうか結構迷ったんですが、これはちょっとね、当時これを聞いた人のまんまでいいのかなと今思ってます。これも上げるべき？ YouTube にこれをフルでアップすることにね、俺あんまり、だってもうプライベートカーセックスがあるからね、あっちの方がいいもん。もう身も蓋もないけど、うん、でもね、この自分が持っている力を使って今を出し切ってアルバムをアコギ一本で撮るっていうのは今後もやりてえのでね、そしたらケイクマガワイズデッドっていうこのアルバムがまんま刷新されてまたリリースされることもあるかもしれないというところに希望を託して、次回はシングルかのように、をお送りしたいと思います。かのようにと秘密の街の2曲入りのシングルですね。はい、お楽しみ、ありがとうございます。ケイ・クマガワでございました。終わった、うん、いい感じの締めが、うん、ねえ。こっからおまけだね、うん、おめこおまけだね、そうだね、かのように、次はかのようにやろう、うん、かのように、これもまあね、聞きながら次回やるんだけど、今日はこの後にもう一本近況会を設けたいと思っとるんでね、二部構成ですね、そちらの方もぜひ、
聞いてみてください。また後ほど、ケイクマでございました。良い週末を。